右左やりたい。お願いします。なにこのおかしな絵。あ、ちょっと、お願いします。ほら、足捕まえた。おお、これが、これがタックレース。おお、こんな感じなんだね。はい、どうも皆さんこんばんは、ゆきやみです。さあ今日はね、バンシーの方、バンシーノルンの方ね、頑張ってやっていきたいと思います。だいぶ乗り慣れてきたので、こちらでやっていくのはね、もうそんなに苦にならないと思いますんでね、頑張ります。さあ C の方、みんな来ていないぞ。大丈夫なのかこれは。果たして入っていけるか。さあ敵の C の方もあまり来ていない。これで一発、おーっとガードされる。危ない。ここ危ない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 。これは怖いぞ。おお、よし、捕まえてこのまま撃破、持っていきたい。あった危ない、あった危ない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 危なかった。今のはだいぶ冷や汗もんでした。今のは第3取られたのは誤算でしたが、これは危ない。おっと、何が飛んできた。どこから攻撃が。危ない、あっとまずい。あ、やる、くそー、あの細かい爆弾でさえこの威力。まずいぞまずいぞ。これはダメージがちょっと足りない。よし、ナイス。よし、捕まえた。これで振り落とすしかない。よし、オッケー。だいぶうまくぶち込むことができた。なんとかなったぞ。第3取られたぐらいじゃそんな簡単には負けたくない。よし、ナイス、素晴らしい。さあなんとかしのぎだ。これはバンシーノルンのリリー勝利の怒りの勝利か。さあいけるかな。さあ A の方取られかかってるが、ここは行ってもダメかな。しかしちょっとでも私が粘っておきたいところ。おっとっとっと、これは怖い。あっと、結構そのバラマキ武装全部かわすのは難しい。やられた。あー、しかも100回乗った時の称号もついてるんで結構慣れている。私はまだ100回乗っていない。しかし慣れていると自分でも思ってるので、ここは頑張ってぶち込んでやりたい。ここだ。おっと、よし、当たったと思ったらダメ。あぶね、ここだ。よし、うまくいった。ここはあぶね。よし、しっかり捉えた。危ない、ちょっとダウンさせて。さあ急げ急げ、危ないぞ。あっと、食らってしまった。頼む。おお、ナイス、素晴らしい。ちょっと私はちょっと食らってしまったかな。さあ、あのバンシーノルン、動きを見るにかなりの使い手。このスキルは残しておかないとちょっと危険かもしれない。さあ選挙行動に移るが、先ほどのバンシーノルンとぶつかると結構危ないかもしれないが、相打ちにすることができれば勝利は見えてきたって感じがしますね。やはり来た。これは怖い。ふぅ、まず爆弾か。鳴らしたかく。したかく。お互い狙ってることは一緒。当たらない。ここだ。よし、捕まえた。バッチリ。さあ、スキルが残っているのか。残ってて、ここで使ってくれれば、返して倒せるんだが、使ってこない。残っていないと判断していいのか。ギリギリまで残してるんじゃないか。あっと、したかくは効かない。あっと、そう。ここ。いけ。よし、当てた。よしよしよし、これでもう勝ったか。いけるか。スキルはないと判断していいんだろうか。使って倒したいところだけど、あ、やべ、しまった。うわ、あー、2しか残ってない。これはやばい。俺が落ちたらこれじゃ負けちゃう。サイコフィールド当てたいところだが、なんか爆弾巻いてきそう。やっぱりね。うわ、危ない、危なかった。危なかった。読み切ったけど際どかった。ちょっとだいぶ危ない勝利でしたが、勝利は勝利です。やったぜ。多分ね、あっちかなりね、バンシーノルン慣れてたね、動き。最後の最後はちょっと運が絡みましたね。早いとこ使えばよかったかな。持ってるんじゃないかというね、疑いからなかなかね、攻めきれなかった最後。
ヒットポイントにまさにギリギリの死闘、もう間違いなく賞賛を送ります。強かった本当に。はい、今回は撃破4、損壊1、アシスト3、選挙3でした。はい、味方の方に送って、はい、もう賞賛の方はもう間違いないです。今の番心乗るんですね。動きがやっぱりもう全然違いましたね。きっといい使い手だと思います。はい、それではダメージ受けいきましょう。はい、今回は与えたダメージ3961の受けたダメージ1806でした。バンシーノルン、まあね、ライブ配信で最近のものでも、窓マギのやつかな、サムネのやつでも結構何回かお見せしたり、伝えましたけど、まあ、本当優秀な武装が揃ってて、特殊移動もあって、勝者もあって、特位置も当てやすいし、段数も多いし、あとはおまけに下メインでカウンターもできるということでね、エピオン対策もバッチリできるということで、他にも下角がね、射撃ガード食らっても、ブースト削られながら強引に当てに行ける、なおかつガードブレイク持ちということでね、当たればよろけてそのままマニシャに持ち込めるというね、すごい武装をねたくさん兼ね備えているということで、まあ、非常に優秀な機体だと思いましたね。あとは、まあ、私まだちょっとうまく当てれてないですけど、下サブはね、今後ちょっと課題にしていこうかなと思ってます。まあ、とりあえず下サブ以外の運用しててもかなり勝率上がってますんで、この機体本当に手に入れてもう全く損はないです。もうレベル5まで持っといた方がもう間違いなくいい機体ですんで、もう今後のいろんな機体出てくるかもしれないけど、これしばらくこれを上回るほどの汎用機出てくるのかなというぐらい非常に優秀な機体だと思います。ぜひできる限りの強化をしてみてはいかがでしょうか。はい、そしてね、この多分動画出て、しばらくしたら、多分ライブ放送できるかなという段階まで、フルアーマーユニコーン完成直前まで来てると思います。まあうまくいってればですけどね。はい、まあこの後もう少し頑張ってプレイして100回の称号を手に入れたり、まあフルアーマーユニコーンに向けてギリギリまで攻めていきたいと思います。はい、それではね、また後ほどお会いしましょう。失礼します。